はい、どうもゆたです。今回はクスコのパワーブレースリアサイドですね、こちらを取り付けていきます。でこちらが説明書で、このリアのラテラルリンク付け根と、あとはこっち、ここはどこだろうな、リアラテラルフロント側の付け根あたりかな。サスペンションメンバーって書いてありますね。のところとこう結ぶ感じで付けて剛性アップです。じゃあ付けていきます。はい。じゃあ、リアサイドの取り付けですね。こちらのリアラテラルリンクの根元から、こっちがリアラテラルリンクフロント側の付け根にあるこのメンバーの穴に、ナットとボルトで付けて、こっちにこの付属のボルトが付いてるんで、それに長いのに変えて、ここに、ここからここをこうですね、こうやってつなぐパーツです。よし、じゃあまずここを取っていきましょう。よっこいしょ。よいしょ。よいしょ。すごく取りにくい。よし、取れた。でこちらの付属のボルトに変えていきます。抜けるかな。よいしょ。よいしょ。力がかかっちゃってんのかな。よいしょ。こうだね。よし。で抜けたから、こちらの付属の、あ、そうそうそう、これを先につけないとダメね。これをつけてから、よいしょ。よいしょ。難しいな。なかなか。よし。よし。よし。もうちょっと入ってほしいな。手が入らねえんだよな。よいしょ。これでいけるかな。
で、納豆を頼む、入ってくれ。お、来た、来たか。お、来た、完食が来た。よし、とりあえずこんなもんで。よし、で次、こっち側ですね。こっちはこういうやつを、ボルトナットを使います。いや、これ難しそうだな。もうすでに穴がずれてるぞ、すでに。いや、これむずい。よし。うわ、砂が口に入った。いや、これむずいな。いや、これむずい。入ってねえもんな。マジかよ。いけ、頼む。あー、ダメだ。あー、入んねえな。ちくしょう。難しすぎる。お、入ったっぽいぞ。マジか。お、入ったっぽい。あ、マジかよ。出てきちゃった。難しい。
しすぎるな。あ、これ手裏に入るかな。あ、入んねえや。で今ちょっとこれ見えねえな。こっか、見えるかな、見えねえな。ここのこのボルトと裏この黒いところが空洞、これメンバー空洞になってて、裏にワッシャーを入れるんですけど、ここの隙間からこの金具になってる先っちょにナット形状になっててやるんですけど、それがもうなかなか合わなくて、今あったんでもう止めちゃいました。はい。であとはこちら側のここリアラテラルの付け根ですね、をちょっと締め付けていきたいと思います。でここは19ミリですね。よいしょ。でこちらのナット側が17ミリになってます。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあこんな感じでリアサイドですね。はい、付け終わりましたんで逆もやっていきます。はい、で今リアメンバーサイド反対側も今付け終わりました。こんな感じです。同時にリアラテラルスタビも付けたので、こう挟み込む感じになってます。で奥もあんな感じでリアラテラルのフロント側の付け根のメンバーの穴にボルトとワッシャーで止まってます。はい、じゃあ以上になります。